こんにちは、速稼塾の久保です。9月に入ってしばらく経ちましたんで、そろそろね、この速稼塾の歩き方という、速稼塾に入塾したらどんな日々が送っていけるのかということをね、ちょいっとお見せしようかなと思います。それではポータルサイトをご覧いただきながら解説ということになりますので、こちらをどうぞ。はい、速稼塾に参加していただくと、ご覧のようなね、ポータルサイトがあなたのところに URL で送られてくることになります。速稼塾ってのは、お金の問題解決をするために考え方をどんどん作っていきましょう、変えていきましょうっていうのがコンセプトですから、必ずしもね、すぐ稼げますよっていうのをバン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 お伝えしていくっていうものではありません。というのも、そもそもね、すぐ稼げる方法なんてあるわけないんですよ。まずはすぐ稼ぐとか、簡単に稼ぐとか、楽して稼ぐっていう方法を頭から追い出すところから始めていただきたいと思いますね。で、考え直して一から積み上げていくんだということで、コツコツとやっていくこと。結局ね、コツコツ積み上げるってみんなやりたくないんですよ。みんな寝そべってね、漫画読みたいですよ。最近は漫画読んでないと思いますけども、そういう感じなんで、みんながサボってる間に自分だけ頑張っちゃうと、とんでもない差ができるってことなんですよね。で、いつまでも稼げない人っていうのは、稼げないことをやってるんですよ。ともすればお金を使うばっかりなんですよ。で、稼いでる人って稼げることをいっぱいやってるんですよ。だから稼げるんですよね。当然ですよね。もうそれしかないじゃないですか。のんびり過ごしていて、いつの間にかお金が転がり込んできましたってね、ないわけですから。はい。じゃあ前置きはこのぐらいにしまして、実際に速稼塾のポータルサイトを見ていきますね。ずっと見ていくと、右側と左側に動画が貼り付けてあるのがわかると思います。左側はね、6日、5日、8日、4日ですか、日付が書いてますように、毎日朝5時半から30分前後ライブ放送してまして、ここで皆さんとどういう風に稼いでいけばいいかってことをやり取りしております。毎日私が顔を晒して朝礼をするような感じですよね。もちろんライブ放送参加しなくてもアーカイブで見ることもできます。で、それに比べて右側なんですけども、これトピックスって言って、私がこれから取り掛かろうとしていること、もしくは取り掛かったばかりのことがずっと動画で貼り付けてあります。ですので、先行者利益に興味がある方は、ここを見てもいいと思いますね。はい、最近はね、AI アートをね、やり始めたりとかしてるんですけどね。あとは、NFT でフィットネスゲームとか、こういったプロジェクトにも参加してます。新しいものってのは、みんなわからないんですよ。だから最初にわかった人の勝ちなんですよ。みんながわかり出してからやったんじゃ、もう遅いんですよね。カモンなだけですから。はい、次です。陰極期9月っていうのがありましたけども、今度はね、 FX 9月です。 FX はもう始めて毎日ライブ放送して6年になるんですけどもね、こんな感じで皆さんにお届けしております。例えば6日今日なんですけども、テクニカルは結果の可能性を高める選択、つまりね、テクニカルで FX を勝つってどういうことかって言ったら、勝率を上げていくってことなんですよ。テクニカルを勉強して身につければ勝率は上がるんですよね。勝率が上がればどういうことになるかっていうと、緩やかに自前のお金が増えていくってことになります。あとはね、増えたお金が減らないような速度で必要なものに使っていけばいいんじゃないですか。で、日ごとにこういうふうにね、時には塾生さんの動画をつけながら毎日解説しております。で、これで FX に興味を持っていただいて、ともすればね、勝利の方向性ってのを見ていただければと思います。で、FX 特に専門的に学びたい方は、FX オリガルヒっていうコースがありますんで、そちらの方をお問い合わせください。で、次はね、やっぱ速稼塾といえば、体のエイダです。暗号通貨で儲けたい人は、何にしてもね、体のを何とかした方がいいですね。体のを買って、ステーキングかける。これで、お金が増えるんじゃないですか。他の暗号通貨は別に見る必要ないと思いますよ。だから私は体のだけを推してますから、それに賛同される方は、速稼塾の、体のっていうコースを、このね、見ていただければいいんじゃないかなと思います。特別なコミュニティがあるわけではありませんけども、新しい情報更新を常にしております。で、速稼塾の塾生さんの中にはね、体のを専門的に扱っている YouTuber さん結構いらっしゃいますんで、多分、暗号通貨に興味がある方だったら、あ、この人もこの人もこの人も速稼塾の塾生なのっていうことに気づくと思います。次は NFT ですね。私が今力を入れているビジネスで、これはね、NFT を専門でやってる会社と提携して、マイケル・ジャクソン財団の NFT アートを入手できるルートを作っております。なんとね、マイケル・ジャクソンの NFT アートも2200円で手に入るんですよ。ちょっと儲かりそうな雰囲気するでしょ。はい、次は関連9月ってやつですね。
関連9月っていうところには、まあ、あの主に私の塾生さんがこうやってね顔を出してますね。これはどなたでも私がねあの紹介します。どなたでもいいですから、あの速稼塾のポータルサイトに貼ってくれってことでしたら貼ります。で、あとね、対談をご希望の方、対談も受け付けてます。速稼塾の塾生さんは対談をして、そこでねあのどんどん自分の名を売ってみてください。ということで、主にこの5つのコースがありまして、コンテンツを提供してるってことになりますね。はい、いかがですかね。こんな感じで速稼塾は毎日更新しております。その他ね、メインっていうのはどういうことかっていうと、一人一人の性格とか適性とか、それから余剰時間に合わせて私が一緒にビジネスを考えていくっていうのがミソですから、生活保護から月収10万20万取られた方、寝たきりのうつの方だったのに出版までこぎつけて当然収入も上がった方、やっぱりねこういう方をどんどん紹介できるのも速稼塾のいいところだと思いますね。まあ手前ミソですけども、やっぱりね、まあ、いろんな塾は多分見つかると思うんですよ、うん、まあけどもこうやってね、塾を運営してる人が顔を毎日晒して、しかも10年単位でやってるところってなかなかないんじゃないかなと思います。いや10年ね毎日やってるところって多分 ないんじゃないかなと。長ければいいってもんじゃないですけども、何か問題があったらやっぱりできなくなるでしょ。だからいろんな波を乗り越えて、いろんな困難を飛び越えてここまで来てるってことは、まあ、今回ね速稼塾の歩き方っていうのでお伝えしておきたいかなと思います。重ねて申し上げますけども、単純にお金ポンポンポンって稼げる方法を教えますってことはないです。 YouTube を使うにしてもその攻略方法をお伝えすることはできますけども、やっぱり YouTube が好きじゃない方が稼ぎたいっていうだけでやるのは大変です。好きならねずっと続くんですけどね。アフィリエイトも同じです。転売も同じです。投資も同じです。儲かればいいんだっていう動機が相当強ければ別ですけども、儲かりたいから始めるんだけども、儲かってないうちその時期っていうのはね、儲からないことに耐えられずになんかね挫折しちゃうんですよ。そういう方が、挫折する人が多いから続ける人だけが儲かるんですけどね、はい、じゃあ速稼塾の歩き方は以上で、ありがとうございました。